はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画でーす。今回はアマゾンでね、こちら一升瓶を買ってきました。じゃーん。これは何かというと、お久しぶりに、飲みますが、芋焼酎。芋焼酎のね、俺が一番大好きな、芋焼酎。よいしょ。伊佐大山でーす。大仙くんでーす。こちらを久々にね、レビューしていこうかな思います。こちら、アルコール度数 25% で、こちら伊佐大仙、大山酒造株式会社鹿児島県の会社です。あれ、それ以外書いてない。あれ、あった。原材料名がさつまいも、鹿児島県産と、米麹、タイ三昧となっております。鹿児島のね。それでは早速飲んでいきましょう。これどうやって飲んだらうまいんだったっけな？これな。いや、どうやって飲んでも大体うめ、なんだこれ？お！王冠じゃない！お、なんだこれ？あ。ワンタッチ開封式、キャップ。最近はちょっと変わりました。どれどれ久々に飲んでみますか、これを。ね。ほんじゃ、乾杯。ああ。これこれ。非常に、芋っぽい。うん。伊佐大山ね。結構、なんちゅうだろうな、これな。そんなに飲みやすいっていうあれじゃないんですよね。もう、芋してる、甘いね、さつまいも。口に入れた瞬間は、水のように、感じるんですよ、一瞬。でもね、口当たりが非常に水のようなのに、飲んでみると、ブワーっと出てきて、甘さがね、甘さを若干ある。で、芋っとしてる芋ですね。こちら。伊佐大山の銘柄の、由来。伊佐は地名を。大山は、尽きることない美しい泉をイメージして作られました。本格焼酎は糖分が 0% でプリン体もゼロ。おまけに無添加。他のお酒に比べて太りにくく血中の血栓を溶かす、効果もあり。と書いてあります。あー。これはロックとかで飲むとどうなるんだろうな、これな。ちょっとロックで飲んでみましょう。お湯割りっていう、お湯割り、どれがうまいかな？ロックが一番うまいかはどうなんだろう？ちょっと飲んでみましょう。まあ、芋焼酎はね、黒霧島も好きなんですけど、やっぱり一番はこの、伊佐大山。伊佐大山ちゃん。まあ、お湯割りにしても美味しいしね。まあ、今の冬になった、だんだん秋ですけど、まあ、冬になってきたら、あれですね。お湯割り。
お湯割りにしても俺美味しいぞ。絶対。ああ。ロックにすると、水飲みみたいだ。ああ。ああ、これ、あれだな。芋芋感がなくなって、すっきり。すっきり爽快な飲み心地って感じですかね。はあ。ロックで飲むと本当に、なんか、非常に飲みやすい。ああ、これは、すごいな。でもやっぱこの、ね、この、ロックにすると甘さがなくなって、キリッとした、芋の、芋なんだけど、ちょっと甘くはなくなってきたよね。普通に飲むと、常温で飲むとちょっと甘さがあるんだけど。ロックにすると甘さが、消えて、水のような、口当たりと、そして、鼻に抜けるこの芋の香り。これはうまいな。まあ、今度のあれ、今からの時期はやっぱ、お湯割りですよ。お湯割りもちょっと飲んでみるか。お湯割りと。ちょっとお湯割りも飲んでみるか。ああ、これは。本当に香りがね、すごいんですよ。なんか、この、一本だけ、すっごい太い、ね、木の幹みたいなのが、バシッときてる。もうまどろっこしい味わいじゃないんですよ。この澄んだ、この清らかな水の中に一本の芋のね、芯みたいなのが、ズガッと来るんですよ。普通に口当たりがいいんですよね。この、もうなんか、口当たりがね、もうすごい。うん。なんだこの水みたいな口当たりはと思ったら、どしっとこう、一本だけ、ね、根に、あるね、その一本の芯ですよ。芋の芯ですよ、これは。すごい。芋焼酎をね、これ豆知識なんですけど、芋焼酎をお湯割りするときは、基本的に、先に、芋焼酎を入れておくのではなくて、まず先にお湯を入れてから、芋焼酎を入れるっていう。こういうね、やり方がいい、とは聞きました。
ぎっくり腰、今日ぎっくり腰になっちゃってさ。ぎっくり腰になっちゃってさ。お湯をこう入れて、で、ピャッと。入れると。こんな感じ。あー、ぎっくり腰になっちゃって。いやー。はい、お湯割り完璧。で、お湯を、4対、酒を、6? だったかな?その逆だったかな?まあ、それがいいらしいですね。いわゆる。対比は4対6。酒が6に対して、お湯を4というのが、美味しいらしいです。ああ、もう全く甘くはないもんね、これね。お湯割りにしたら、1ミリも甘さなくなったもん。すごい。あのね、甘い芋焼酎って結構あるんですけど、ここまで甘くないんだけど、すごいまろやかなんだよね。この口当たりがものすごいまろやかなんですよ。なんだこれ。口当たりがまろやかになりすぎてる。やばい、これは。すごい。お湯割りにしたらね、口当たりがね、すっげえまろやかになった。もう全くアルコールのね、口の中にこう、痛いっていうか、その、アルコールの刺激みたいなの、1ミリもないですね。すごい。はぁ。はぁ。でね、じゃがいものような芋ですね。さつまいものような甘い芋じゃなくて、じゃがいもみたいな芋感。芋みたいな感じ。ああ。これは今度の季節これいいぞ、これ。これ冬あれだぞ。お湯割りだぞ、これ。これは冬お湯割りだわ。冬は日本酒と、あれだな、日本酒の熱燗とあれだな、伊佐大山のあれ、お湯割りだな、これ。ああ、すごい、これ。この芋。芋って感じの芋。ね。すごい。コクは、そんなないですね。コクはない。甘みあんまないですね。香りは強い。これは、美味しいです。とりあえず、買った方がいいんですけど、ただ、これ結構、ドライな味わいなんで、人を選ぶんですよ。だから、買うんだったら、一升瓶を買わないで、こう安い半升瓶の、9号瓶のやつを買った方がいいですね。はい。3245です。ご視聴ありがとうございました。